頼もう。策引く。引く。オス。ホビットの。ホビットの村かな。ホビット小かな。よし。君は実戦でどんな戦い方をしているんだ。なんか銃で撃ったりしてます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。刀だけ。複数。真剣。R2 長押し後放つ攻撃が当たる瞬間、次の標的の方向へ左スティックと四角で次の一撃を放つことができる。ほう。おお。ほう。ほう。四角で回避中三角。あ。あ、一気に。あ、しかもステップ方向によって出す攻撃が違う。ランブロン。はい。R2 を押してる間、銃撃と残機の回転攻撃。あはは、ディアブロでこんなんやった。デーモンハンターでこんなんやった。攻撃当たる直前で L1。 おい、だ、もうちょっとゆっくり。お、連打しとけば無敵説。こいや。あ、痛いっすね。あ、早い。早くないですか。もっとゆっくり。あ、くそ。おお、むずい。はい。あ、くそ。どんくさい。見えん。あ、結構長いんかな。ちょっと、こいこい、もう一回。おい、うわ、早い。くそ。むずい。あれ、でけへん。おーしょしょ。あー、いらっしゃる。わーい、わーい。いらっしゃる、いらっしゃる。おい、お前何、二人で完璧なタイミングで、お前。美しかったか今の。
ビギ霞の太刀、ビギ風流し、おお、いやいるな、これはいるな、ここで学ぶ技はいるな。よし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 金は取ってない、なんやろ、ダンゴムシかな。刀を見せてほしい、見せるだけでええの、見せるだけ、見せるだけあ、同じこと聞いてる触るのもなしやで、よし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 、持ってるからね。それ以上ではあかんねや、もう三つ星のやつを持ってこなあかんのか。もうじゃあ今持ってるこのさあ、装備しとけばええんか、うん、この辺のこう桜吹雪とかにちょっとなんかうんことかつけてちょっとうんこつけて三つ星ぐらいに下げて行くしかないと思った。ちょっと下がりすぎたとか、うんこつけすぎたら二つ星になるからこの辺の水で洗って、美しいな、よしよしよし、1対1で戦う時の美しさの追求、おお、ちっちゃ、おお、両方教えてくれるか、どっちか一方だけでええんかな。R1 で構えて攻撃当たる直前に三角。あ、びっくりした、早いって、おお、遠くてもええんや、あれだ、ほい、よし、なんとなく踏んどこ、こい、おい、うそ、周りの外やったからかな、よっしゃ、おらおら、どうだ、よし、うわ、先っちょで縦にスパッて切るの痛そう、線の太刀、よし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 、あ、乱舞の方も改めてやるんやな、ほう、真剣やねんけど、ほんまええんかな、
あーあー、訪れしてる、今訪れしてる、今訪れしております。訪れをしております。連れとるなくっそー、ついに来たか今日も。これが煩わしいなぁ。キャプチャーボードの問題なんかなぁ。よし、月見酒。名前がおしゃれやな。はい、次は、次のレア度は、え、なになになに、名人と思えるぐらい美しい戦いをしたら合格。はあ、あ、よかった、これだけでよかった。弟子、弟子、倒れた弟子に刀突き立てられてんねんけどな。笑ってるな。星4の刀は持ってないよな。5しかない。しゃあない。じゃあここはさあどうしよっかな。いや、あれももうサブストーリーの匂いするわ、あのカゴや。ん？何やここ。京都薩摩藩邸。リュウジがおるとこかな。サブストーリーちゃうかった。あ、寿司三昧や。行こう。まさかとは思うけど社長おらへんよな。おるー、おるいらっしゃいませ。あ、めっちゃ寿司食いたなってきた。極上本マグロ三貫握り。ほっほう、まいからな。どうも、おおきに。うわー、すげえ。ちょいちょい来なあかんな。よーし、
食いもんや、食いもん。お、マキエア。めっちゃ揺れてるけど大丈夫、めっちゃ揺れてるけど大丈夫。いや、俺話しかけたいだけやのに。あれなんやねんって言うてる。おいおい、あれ話しかけたいのに。あ、やっと話しかけれた。高級特選究極。うわぁ、魚が集まってくるんや。一個だけ買っとくか。どうも大きに。あんだけ揺らしたらもう混ざってない。土佐出身の人いないかな。いるわけないよ。これはでもどうするつもりや。土佐出身ですって言っちゃっていい？浜ちゃんやん。浜ちゃんやん。え？ああ、手紙が読めない。はい。それなら手伝ってやろうってことか。めっちゃエロい手紙やった、どうしよう。めっちゃエロいやつやったら、ほんま。夏美からの手紙やったらどうしよう。はあはあはあ。おきぬさん、無口やけどえらい和光で可愛くて僕の好みのど真ん中。やめとけ。ああ、いても立ってもいられへんくなりまして。あ、こっちからまず手紙送ったってこと。文通してくださいって言った。はあはあ。笑ったら浜ちゃんじゃなくなるやん。あかんわ、もう。困ってないとあかんわ。あ、浜ちゃんや。お疲れ様です。ただ読めへんけどな、俺も。まあ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 。なんとかなるでしょう。ディア、藤江さん。会った時の彼女がなんであんなに無口だったか。ああ、なるほど。可愛い人、美人で可愛い人やけど、喋ったら出てしまうから、土佐弁が。だから無口やった。可愛いやん。もう分かれへん。まあ、お久しぶりです。お元気ですかみたいなことかな。おとどしゅうございますを。元気しゆうかね。こちらの近況やけんど、こないだ買った着物が気に入っちゅうがよ。はあ、気に入ってますと。子がに素敵な着物を作る人がおるがやね。あて、おまさんのこと気になっちゅう。おきぬ、こんなに素敵な着物を作る人がいるんですね。私、あなたのこと気になっちゃう、照れちゃう、抱いて
強く強く、シルク姉さんより。ってことやな。どうしゅうございます。男たちじゃないよ。いや、お久しぶりや。もうこれはもうもうそれミスるのが難しいわこんな。うん、もう3つ目はもうネタやな。3列目はネタやわ。ネタ回答や。どうし、はあ、笑わんといても浜ちゃんじゃなくなるから。あ、浜ちゃんや、お疲れ様です。大体分かってるやんお前。お前分かってて俺にお前言わせようとしてんちゃうんか。お前、お前嬉しい自分の気持ちを他人である俺を使って、お前、おい、自慢してんちゃうんか。お前痛い痛い。私や私。お前ほんまに分かってんのかっていう顔なこれ。あ、なるほど、私っていう意味なんですね。ニコ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 。なるほど、勉強になります。トサの話してるときにアメリカの人がコメントしだした。分からへんわ。おまさんっていうのはもうあれやん、おまわりさんのことや。あ、ないわ。あなたな。おう、うん、おまん。綺麗な絹織物やった。はいはいはい。もっと難しいやつが来るかもしれんな。そんな感じがする。よかったよかった。あ、薬屋や。見てってや、いろいろ揃えてるで。いらっしゃいませ。すげえすげえ。ドラッグやドラッグ。少しとわずか、少しの方がいいよな。
個だけ買っとくか。なんであんな、どうもお気に、買ってってやとか言うのにさ、品物選んだ時なんであんな専門や、あんな感じな。富士そば、いらっしゃい。じゃあカツ丼、うわもうめっちゃ腹減ってきた。かけそばください。ああ音がいい。どうも、ほうほう、これこれ、なるほど、こうきたか。トゥ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 、今孤独のグルメの話してたのに、なんでか結婚できない男の BGM を口ずさんでしまった。ん、おばさん、うわ猿みたい。確かにお金は持っておりますわ。鼻の穴がすごい。蝶のように舞う男。全然逃げへんやん、全然逃げへんやん。おい、お前ほんまにこのおばはんから金取る気なんか。そうか、まあそれやったら、それやったら、野党がおる。あー来てる、あくそ、後悔する。うわー、お前今邪魔すんな、ええとこやねんか。よし、おお、びっくりした。どういう構えで寄ってきてんのこいつは。おら、あかん、この番、この番こっちの方見すぎや。あ、大丈夫かな、やっぱりなんか今助け求めてる、なんだかんだで助け求めてる感じがしたけど、うん、走って逃げる様子もないし、こんな人通りが多い状況やし、俺が助けることもないかな。猫もおるし。じゃあおばちゃん大丈夫、俺助けんでもいい。パーがない。おばちゃん俺助けんでもいい。パー、いやパーやと思ったけどこっち見てない。 ET みたい。こっち見てるけどこっち見てない。なんやこの違和感。なんか顔に感じてた違和感ってそういうことやったんかな。上から見てんのに鼻の穴はっきり見える。この方が私を力ずくで押し倒して、あんなことやこんなことをしたいと迫ってくるのです。ほう、あんなことやそんなことはしたくねえよ。
あーいっぱいおった。ああ。あげてる。うお。よいしょ。当てていこう。よっしゃバトル中に物を20個壊す迷惑な。これで得詰めるこれって得積んでる。まあでも神様が、神様がどうしてもとおっしゃるから。よいしょ、よいしょ。あ、いたいたいた。あっちの椅子は拾われへん。死守されてる。おいおいおい、違う、こいつやって。ハゲのこと全然狙えへんかった。今つかめへんじゃん。あっ、お前もう死にかけやったんや。ヒートアクション使えへんかった一回しか。めっちゃ見てる、オーバーハンめっちゃ見てる。見てるわ、見てるけど見てないよな、この目。ん、なんやえ、美しいわ美しいわ美しいわ。舞、なんて呼んだらいいんやろ。真後ろでマイキーかなマイキーかなこいつ。え、マイジョーか。いや、マジで。いやー、桐生さん、あ、いや、坂本龍馬よ。お前はこれから新選組に入ろうっていう男やから、さすがにあの銀龍道場とかとはわけが違う。あれはまだ剣術の修行やったけども、さすがに舞踊は違うわ。ダンスの練習してどうすんねん、桐生さん。あかん、忙しい。あとに、こんなん付き合ってる場合じゃない。行こう。もう。結構奥の方のステージの上まで行ってる、もう。内装褒めてる。もう、うわうわ、
流れてくるラインが重なるタイミングで入力する。はい、ヒートゲージが溜まったら R1 でクライマックス演武。扇を振って扇を振って、まあまあようわからない、やってみよう。大丈夫です。どこ見てんの。ぶっつけすぎひん。まあ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 やってみよう。十字キーってことかな。ボタンかな、それ。あ、ボタンか。ああ、十字キーでもええんか。マウ入力、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 マウ入力。俺の前で酔わせてやるよ。おお、ツヤがあるわ。え、こういうことはいはい、右下上右下右下上下上右下右上。あ、ゲージ溜まってる、使ってみよう。これどういうこと、どういうこと、どういうこと。あ、あれがわからん。スティックで舞う意味がわからん。ほい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 。あ、コンボ途切れた。はい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 、もう一回スティックで舞う。あ、ええ、どういうこと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 、え、どういうことどういうことや、あれ。画面の画面通りにしたいんか。はい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 、画面に合わせるんか。いかがだったかな。生きてるやん、キリコさん。二流って言われた。ぶん殴るぞ。よしよしよし。価格。金取るんか。はあ、ああ、徳詰めたわ。一応もう一回言っとこうかな。あのクライマックス時の操作が、高い。おお、ここは幕末基本の街。ああ、これこれでしょ。渋い行動。まあ一般レベルにしようかな、じゃあ。うん。日本の魂見せてやる。すげえ、踊り方も違うんやろな。
一緒。うわ、なにこれ。目が、目が足りひん。うわ、むずい。はい、左、上、右、三角、丸、バツ、四角、上、三角、左、四角。あ、これ使おう。あー、そういうことか。あ、なるほど。あのレール、レールを、レールの形通りにアナログスティック入れたらええだけや。はいはいはい。わあ、ミスった。ああ、ミスった。はい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 。うわ、むずい。あはは、むずい。これは画面が小さい方がやりやすいね。ビータとかでやった方が、 PS ビータでやった方が楽そう。びっくりした。あ、絆か。もうあと1曲もやろう。これか、ほんじゃ。ここは幕末希望の街だ。入力が本格っていうのが2つってことやな。まあ2つ星ぐらいやったらいけるやろ。ヒートゲージを見ようと思ったら、あの右と左が分からんようなと思った。見せてやるぜ。この最初の動き笑ってまうわ。はい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 。行くぞ。よーよーいしょ。できた。あ、特に何もない。はいはい。あれ、うわー、ヒートアクション使った後、あのどこ見てたかわからんようになる。はい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 。ああ、左が、左来てた。あ、もう一回。あれ、ゲージ溜まってなかった今。あれ、ゲージ溜まってたはずやねん。あ、ヒートアクション使える時間が過ぎてもたんか。いかがだったかな。うわー、今のもう俺ヒートアクション使ったからボタンは押さんでええと思ったのに、騙されたわ。いや、これはむずいわ。帰ろ。ふう、あ、うわ、もうサブストーリー湧いてる。あれ違うんか、このマーク。びっくりマークはあるんやけど、ここ。
なんや、おれへんの。まあええか。小屋しや。いらっしゃいませ。左側から向いてくれた方がええんやけど。右からそんな後ろ向く。栽培時間を短縮。一つくれ。どうもお気に。また今度な。よし。なんや。次から次へと。なんや。髪の毛のツヤがすごい。うん、スリとかちゃうかな、ちゃうかな。お、そんな感じじゃなさそうやな。みほちゃん、しんたくん、この肥やしあげるって言ってたらもうスリやけどな。俺が勝ったばっかの。お前それ俺の悔しやないかってなるけど。ねえ、手紙読んだよ。あんなの嘘だよね。ごめん本当なの。なんや、別にどうでもよくない、こんなこんなさ。それよりも壺が大事やわ。もうサブストーリーの名前で分かってるから引っ越すんやろ。うん、めっちゃ怒ってるやん、あんなに聞いてたのに。ああ、ヒクソン・グレイシーのストレッチみたいな人と今一瞬。シンタ君がヒクソングレイジーのストレッチしてた。眼差し強いなこいつ。あーほらほら、ヒクソングレイジー。てるな、肩と肘の関節めっちゃ柔らかい。決められても全然ギブアップせえへん。ああ。うん。お父さんか。カゴで引っ越すんか。ああ、まあそうか、カゴってそんな遠くまで行けんの。あ、行けるんか。はあ、どうした、お嬢ちゃん。めっちゃ泣いてるな。これはやっぱそっとしといた方がええかな。お嬢ちゃん、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 さっきチラッと見てたやん。もう向いてくれへんの。まあええわ、もう肥やしあげるわ。ひどいこと言っちゃった。いや別にひどくないやろ。お前もヒクソンの動きするやん。ごめんって言わなきゃ言えないのに、もう言えないよ。
お前めっちゃええ子やな。急に急にめっちゃ見透かすやん。急におっちゃんに色目使ってるやん。なんやね。どっか行くと見せかけて立ち止まって儚げな横顔を見せた後にお願いしてくるって、ん、マジかこいつ、この年で。忘れてくれて大丈夫やからって言うことによって、いや別にそんな迷惑とかじゃないし、いやそれぐらいやったらええよって言わす作戦やんか。この年で。ほらちょろいからこのおっさん。頼まれないわけにはいかないな。ただずっと懐に肥やし入ってんねんなこの人。ほら、騙されてんであんたって、騙されてんであんたって言われた。神社、美穂が、美穂が俺のこと騙すわけないやろ。ああ水野も、ミポリンが、よし、おいガキ、井戸水と肥やし混ぜたやついる？あ、なんか喋ってる、ちょっと聞こ、ちょっと聞こ、盗み聞きしよう。美穂ちゃんなんで、お前には、あ、ちょっと待って、壺があるからちょっと待ってな、シンタ待ってな。美穂ちゃん、なんで、お前にはディスクシステムの中山美穂のときめきハイスクールをやろう。はあ、おい、よし、ああ、ヒクソンの動きすんのやめろ。ありがとうだそうだ。あとこの肥やしを、この肥やしをお前にって言ってたで、顔にベタ。美穂ちゃん友達いなかったの？ほんまに？毎日声かけたん？どういうつもりなんそれ？めっちゃ美穂のこと分かってるやんけお前。こりゃ俺の出る幕ないな。はあ、
違うぞ、シンタ。めっちゃええ話してるやん。待ってくれや。全部重い。全部重い。一番上が答えやと思ったけど、これが一番軽い。友達になってくれてありがとうでいいよな。ここ。うん。まあもうこれは普通に、普通に行こう。いや、でもそうやな、3もな。まあ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 、まあ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 1でいいや。あんまりイチャイチャすんなよ。俺の前でなっていうとこもあるしな。これぐらいでしとこう。はい、上でいいです。シンタが知らんかっただけでめっちゃ友達おったかもしれへんけどな。お前髪型おかしいしな。ツヤえぐいけどな。そんなに大したことじゃないから。そんなに大したことじゃないからだ。どっちか言うたらお前のこと嫌いやったからや。大切な存在やからこそ言えんかったということですよ。兄さんって言え。そこまではせんでええやん。そこまではせんでよくない？様子見に行くことまではせんでよくない？